新しいマシンが来たらみんな使いますけど、こっちの足はいいですからね。高校野球部ですよね。甲子園常連校にちょっとなりかけのって、ね、まあしかしこれは大きい足ですね。こうやってゆっくりですね。こっちの人のトレーニングは私好みなんですね。軽いのでや最後まで追い込んでくれるからですね、まあ、キャッチャーやったっていうからやっぱりこういう動きがいいですね。肩なんかもいいですよ。ほんと最後までゆっくり追い込まれるからですね。潰れてですね、絶対その辺で、うん、下で最後までやったりですよ。反対に出て帰る。そっちはいいですね、いないからキャッチャーなんかやるべきですよ、これね。スローイング良くなりますよ、これやってたら。ほんとスクワットだけじゃないからですね、いろんな動きで。これシングルでやれるのがいいんですけどね、追い込まれるからですね。しかも軽いので、まあ、何度も言うんですけど、こちらスクワット持とうと思ったら持てるんですけどね、持たなくても筋肥大はするというやつですね。ただ仮の横持ってのは本当難しいからですね。あと後ろ出ていいですよ。ここでキャッチャーの動作やってたら足は太くなりますよね。それはなぜかっていうと重量持ってないけどやっぱ負荷が加わってるんですよね。やっぱり外足より内足の方が足腰は太いですからね。腰を下ろすような動作があるスポーツは肥大しやすいですよね。スポーツ選手は絶対やりすぎですね。これ上もアンロックでやってますもんね。下で最後まで追い込んでくれるんですよね。その時なんかもいいでしょ。あんまギャーギャー言わずに追い込むからですね、本当に力あるんでしょうね。これこっちは本当重たいの持とうと思ったらいくらでも持てると思うんですけどね。腰痛めるまでやるってそうですね。聞いてるのが分かるからですね。もう全世界の人が言ってるから追い込みましょうよ。まああとは追い込み方ですね。5万観衆が見てると思って追い込んだらいいですね。上原になるだけにかなり入れ込んでますよ彼は。さあもうちょい行こう。ガッといつもより余計に回ってますって感じで、これができるからですね。結局力がある人って結局これができるから大きくなるんですね。まああと脂肪落とすかどうかも食事だから、その辺も分かられてるからですね。どういう体になるか。それで降りていいですよ。マシグッマシの使い方分かりましたね。はい、まあこんな感じで結構きついでしょ、やっぱり最後までそういうの追い込むからですね。結構痛いでしょ。痛いですね。ちょっとめくって映るかなってけど、二頭筋はちょっと見えないかな。まあでもカーフに血管が出てるっていうのは、まあ、カーフは脂肪少ないですよね、まあ、大きいのは大きいですけどね。足はこれを見たらどういう動画だって思いますよね。何ですかねって感じですね。レッグカールですね。結構頑張ってますね。ゆっくりですね、スローで。まあこれは絞ったら出るでしょうね。でもね、最後まで追い込むんですね、こちらも。追い込み方はいろんなやり方あるけどですね。はい、軽くしてウエイトリリースで。筋肉があるからやっぱり仕方が分かるってやつですね。こちらなんか重たいのを持とうと思ったらいくらでも持ってるんでしょうけどね。力がない人がどうしても重たいのにこう憧れてやってしまう傾向がありますからですね。まあそれはそれでいいんでしょうけどね。最後のですね、その辺が、はい、足パンパンでしょねえ。ガクガクでしょ、これ。これだってガクになるでしょ。生まれたての子馬みたいな感じでしょ。痛いですね。めちゃくちゃ効いてるでしょ。効いてますね。汗が。効きやすいからですね。痛いですね。いいもん持ってますからね。はい、頑張る。絞らないかんせん。私が目の黒いうちに。一度は見せてください。わかりました。はい。未完の大器ですからね。結果出てますけどね。松坂世代の2つ下。はい。
松坂も頑張ってほしいね、松坂ね。そうですね、やっぱり福岡に来ていただいてですね、はい、絞らないかんですね、松坂も。そんなこと動画で言っていい素人が言うべきじゃないみんな松坂さんをけなすけど我々にわからん。まあでも自分たちの時のヒーローなんですね。そうですよね、ちょっと悔しいですよね、やっぱり。そうそう、はい、やってほしいですね。そうですね、はい、高校野球すごかったですね。そうですね、はい、見てましたから。2つ下なんですね、はい、見てましたもんやっぱりあれで、あの頃を知ってるんで、うん、やっぱりあれでまた高校野球熱は高まりますからね。そうですね、松坂世代は大きかったでしょうね。そうですね、まあ、松坂世代に負けないように頑張りましょうね